一度助走をつけ直す。さあサーブボードに、サーブボードのようにはいかなかった。医療系のサラリーマンであります、そしてのトリプルジャンパーは、おーほんと片足で、片足ジャンプだ、片足ジャンプでしがみついた。さあ揺れた頑張った予選会代表ハーフパイプアタック。ローリングエスカルゴに入りました。福男元奥さん、元ウェイトリフティング日本代表、あー勝った。ここはどうでありましょうか。バランスタンク、ここは冷静にいった、ここは冷静にきた、おーっと山田転落。さあここ勝負のジャンプハング、どうだどうだ、届かず。さあどうだ、ジャンプハング、さあ止めるか。さあ東京ガス、ハイソックスバガスマ、どうだ、おっとハイソックスバガスマ、どうしたんだ、頭から落ちていってしまった。見事にあやした。そしてジャンプハンド、一番上のヘリ、そして上によじ登っていく、前代未聞だ、前代未聞だ、未曾有の出来事。この上半身を見てください。最後の一つまで体脂肪を殺していった男、秋山和彦。そして揺れる橋はどうか、こちらも全く揺れない、まるで宇宙遊泳無重力状態のようだった。さーっとだった、さーっと、一瞬の躊躇か、一瞬の気負いか、完全制覇者の気負いか。踏み切り見事に失敗。コースのツボを知り尽くしているこの秋山、前の方につま先をついた、トランポリンを見ていない状態でありました。山田が出した答えはここにあります。それは自分が再びサスケに出ること。山田サスケに出ること。山田帰ってきた、ミスターサスケが。うそ、このジャンプハング久々に味わうこの感触、そしてミスターサスケのこの跳躍、指先は届いていたが、無念の無念の水しぶき、心の兄弟船。さあジャンプハング、これはどうでありましょうか。ここはクリアしそうな気配が漂っている。どうだ、あった容赦なく蜘蛛の巣はさまざまな有望選手を振り払っていく。やはり前方で踏み切ってしまいました。力が半減します。トランポリンを有効利用できておりません。次々有望なサスケオールスターズたちがどんどん随所随所でハマっています。バージョンアップした2007年秋のサスケ新エリア、ハーフパイプアタック、ここを超えたのはまだいない。そして圧勝俳優になり、ハーフパイプアタック滑った。マイケルがまた予選会代表ハーフパイプアタック。次のチャレンジャー、まだ修行中という T シャツを着ているのは高校1年生、自家製のサスケでトレーニングをしてきた森本雄介15歳。頑張ります。初めて見る、これは作ってはいなかったハーフパイプアタック、修行中の人だ。森本の修行は続く。初めて見る、初めて戦うハーフパイプアタック、足が滑ってロープをつかみ損ねてしまった。まだまだやっぱ先輩方についていくには練習が足りないかなと思います。サスケトライアル予選2位で通過、運送業川口智弘26歳。ハーフパイプアタック、ここは久保田が涙を飲んだ。さあ行けるか、さあ行けるか、おー行った行った、見事に、よっしゃー、あったー。この先に落とし穴が待っているとは誰も予想はできなかった、もちろん川口も予想していなかった。大予選会2位を通過、
川口智弘、なんとバランスを崩してコースアウト。さあ先へ攻め落とした。本線は甘くないです。この先に落とし屋が黙っているとは。赤田正明、社長行く、社長が行く、社長ローリングエスカルゴに入りました。福男ゴーと落ちた。慎重にいっている。菅野仁志、菅野仁志、サスケ2011秋が菅野で始まった。鳥沢和秀39歳、今回はビール瓶だ。お、開かない。今度は口で、口で開けている、口で開けている。どうだ、開くか、開いた、開いた。鳥沢、鳥沢、鳥沢、鳥沢。この辺りもやはり力は抜群です。抜群ですが顔から飛び込んでいきました。そして今度は背中から。好きなタレントはサスケオールスターズと言います。ダルビッシュ健二32歳。さあ軽々行きました。ゴールデンボンバーのドラム、ダルビッシュ健二、ローリングエスカルゴに入る。ゴールデンボンバーダルビッシュ、ゴールデンボンバーが行く。さあローリングエスカルゴで落ちました。話題のエアバンドゴールデンボンバーダルビッシュ健二、このローリングエスカルゴ、イメージトレーニングはしてきたものの2回目の回転で落ちました。マジ悔しいっす。スピンブリッジ、さあどうなるか。腕立てパン屋さん、いった。マンツーマン指導、パーソナル指導も行いますが、滑った、落ちました。元ウェイトリフティング日本代表、ああ取った。勢いよく走り出しましたが、160cm 80kg、背中から池に落ちることになりました。さあ残り40秒を切りました。今回から新しくなったスピンブリッジは、スピンブリッジは、あ残った、残った、残った。時間はここで50秒をすでに切っております。さあ初体験のスピンブリッジ、山本慎吾危ない。初体験のスピンブリッジ、山本慎吾危ない。山本慎吾のまさかスピンブリッジで落ちてしまうとは。せっかく流れに乗ってきた、しかしながらこんなところに落とし穴。続いての挑戦者、ライフセーバー厚木中学校保健体育教師、鈴木雄介34歳。ローリングエスカルゴクリアしました。ここまで誰もクリアしていないスピンブリッジ、4つの球体、90センチの球体を保健体育教師鈴木雄介が伸びていった。いった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 、耐えている。頑張れ鈴木先生、頑張れ。生徒たちも大きな声で応援する。落ちた、耐えきれなかった。これは悔しい。鈴木雄介、スピンブリッジ勢いよく走り出していったかと思われたんですが、最後最後なんとか掴んで粘りを見せました。今日は生徒たちも応援に駆けつけていた鈴木先生、しかしここで力尽きました。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。